皆さん接続してますか？兵団に関する一考察、解説の矢坂かな子です。皆さん場所限界してますか？広報機器担当の森安和子です。ということで、今回は兵団破壊について、この二人で解説していくよ。背景は前回と同じく、ワーカーズ&リソーシーズ、ソビエトリパブリクだ。ちなみに諏訪子の顔がちょっと見切れてるのは設定ミスじゃないぞ。今回私は広報機器担当だからね。それも、17世紀ぐらいまでは補給の限界と言われた200キロ後方だ。その距離感を表すために半分隠れてます。そしてサナエは補給部隊担当で現在前線に向かってる。という体で解説を進めるのでよろしくご承知おきください。ここまでは、兵士1人を食わせるには1日3000キロカロリーが必要、って。それが1万人なら毎日10トン。半年分になると大体2000トンになり。それを補給部隊が馬車で輸送するって話だった。そしてこの補給部隊の行列がいわゆる補給線を形成する。これが軍隊、特に昔の軍隊では大きな弱点となるってのが今回の話だよ。ちなみに前回の動画のコメントで、補給部隊自身が物資を消費することについての説明はないのか、という意味のものが結構ありましたが、それについても今回説明します。兵団を破壊する、という意味合いでは敵の攻撃よりも威力があるからな。ということで今回のテーマは、兵団破壊、だ。これは一見地味だけど、軍隊にとっては敵よりも恐ろしいものなんだ。敵は毎日襲ってくるわけではないが、人間は生きている限り毎日飯を食うからな。敵の攻撃は城塞で止められるが、自分の兵が飯を食うのは止められない。そして人間が飯を食わずに活動できるのはせいぜい数日だ。それ以上になると、戦力としてはほぼ使い物にならなくなって最悪脱死する。まあその前に脱走するか反乱を起こすと思うけど。いずれにしても、兵団を破壊されることは軍にとって致命傷になるってことだ。ということでそろそろ補給部隊が到着する時間なんだが、サナエのやつ遅いな。まあ200キロを300キロの荷物抱えて移動してるんだから多少遅れるのも無理ないよ。それも山あり谷あり道路は舗装なしなんだから、ちょっと雨降ったりしただけでも道路はドロドロになって移動速度は大幅に低下する。そもそも人力馬力限定で200キロを移動する。ってこと自体が相当大変なことなんだからね。最悪途中でリタイアってこともありえるよ。いや私たちご飯食べられなくなっちゃうんですけど。うく主なんか、京都から長野まで歩いていこうとした時、彦根でリタイアしたからね。いやそれはうく主弱すぎんだろ。まあそれだけ大変なんだよ。うく主何回旅行中にリタイアしたことか。まあサナエはそこまで根性なしじゃないし。それにそもそも馬車で移動してるんだから大丈夫だろう。お待たせしました。補給隊第一陣到着しました。おうサナエ、ちょうどお前の話をしてたところだ。こっちは敵の城を包囲したのはいいが、洪水とか敵の援軍捕虜にしたとかで大変なんだよ。敵より先にこっちの兵糧が突きかけて、そろそろ同盟軍から拝借しようかと思ってたところだ。やめとけ。ということで、はよ、補給物資はよ。それなんですがすみません。ああ、到着遅れたことは気にすんな。私は脳なし召喚は嫌いだが、直属の部下とか兵士とかには優しいからな。何があっても200キロを踏破した部下を処するようなことはしないから安心しろ。だから早く補給物資をよこしなさい。敵に奪われました。は。じゃあ補給は？ありません。ああ。久々にまともな文句言えると思ったのにふざけんな。お前敵っつったってどうせゲリラとかだろうが、敵の主力は前線にいるんだから大部隊が後方に出るわけないからな。お前腐っても森屋神社の人間なのにそんなのぐらい撃退できないのか。そんなこと言われてもこっちはでかい荷物抱えて兵隊も一人とか二人なんですよ。そんなの敵ゲリラが10人もいたらもうお手上げですよ。私の馬車も、敵に襲われて奪われて、私一人だけ逃げてきたんです。そもそも、補給物資が重要だったらちゃんと防衛してくださいよ。敵と戦うのは補給部隊じゃなくて前線部隊の仕事でしょ。敵の大軍が目の前にいるのにそんなことできるわけないだろうが、それに補給線の長さは200キロもあるってのにそんなの全部守れるわけないだろう。戦術も理解してないくせに勝手なこと言うんじゃねえよ。だったらそんなところで城攻めとかすんなよ。敵は200キロある補給線のどこを襲ってもいいんだから、これはもう襲ってくださいって言ってるようなもんでしょうが。敵だけじゃない。最近じゃあ補給線付近の盗賊とか民間人もうちの補給部隊を襲ってるそうです。補給部隊はいっぱい食料持ってて非武装だから襲いやすい上に儲けも大きいとかで。実際補給部隊は限界まで物資積んでるから動きは遅くて絶対に逃げられません。ただ物資持って移動するだけでもものすごく大変なのに、敵にまで襲われたらもうお手上げですよ。他の部隊も一体何割がここまで到着できることか。ぐぬぬ。まあいい。私も少し言い過ぎた。物資は奪われたがサナエが助かっただけでもここはよしとしよう。サナエも遠路はるばる大変だったな。今回はもう休んでいいぞ。ええ、そうさせてもらいますよ。ということで、これが歴史とか軍事でよく聞く兵団破壊、だね。そしてこれはさっきかな子とサナエが話してた通り、後方と前線の距離が開くに従ってより深刻になる。この距離が20キロとかなら防衛もできるだろう。例えば1キロおきに防衛部隊を100人ずつ配置するとかすれば、防衛部隊は2000人で済む。でもこれが200キロになったらその10倍の2万人だ。
これ本体の2倍だよね。まあどう考えても現実的じゃない。つまり、長く伸びた補給線を全部守るのは不可能ってことなんだ。よく、兵站が伸びきる、って言うけど、それはこんな風に補給線が敵の攻撃に対して防御不可になる状態を言うことが多い。なおこれは、補給線が通っている地域の民度によって深刻度が大きく異なる。例えば、敵国深くに侵攻していて、かつ敵国政府が現地の民衆に支持されているような場合、つまり自軍に敵対的な民衆が多い地域だと非常に深刻だ。さっき私とサナエが会話してたみたいに、ゲリラ行為を行う人間が多くなるからな。逆に、彼らが自軍に対して好意的であればこの危険は大きく減る。まず自発的に襲ってくる可能性がほぼなくなるし、逆に、義勇軍を組織して敵軍の攻撃部隊を防いでくれることも期待できる。兵站の観点でも、日頃の行いは重要ってこった。とまあそういうことで、これが兵站破壊、その1。敵による兵站攻撃、だ。その1ってことは他にも、兵站を破壊するもの、があるってことだね。その通り、ウプ主の理解ではもう一つある。そして実はこっちの方が深刻だ。まあ詳しくは補給部隊第二陣が来てから説明しよう。こんにちは。補給部隊第二陣ですが。おお、待っとったんや。見たところ元気そうだが、敵には襲われなかったのか、最近補給部隊がよく襲われるって話だが。グッタ？おお。まあなんかの比喩だよな。グッタ？ってのは、敵を撃破したみたいな。いやそれより補給物資だよ。こっちは物資が突きかけて昨日から配給量を減らしてるんだ。届いた物資で埋め合わせしないと暴動が起きるぞ。あれ、おい荷車の中が空だぞ。中の物資はどうしたんだよ。グッタ？は、何言っとるんじゃお前は。グッタってお前まさか補給物資のこと言ってんのか。一体、お前ほんと何言ってんださっきから。一体いつから補給部隊に補給がいらないと錯覚していた。なん？だと。補給部隊だって人間なんだから飯は食うんだよ。そして馬は人間の10倍食べる。その消費量が仮に1日 1.5 キロとして、10日で150キロ、20日で300キロだ。そしてこの300キロってのは馬車の積載量と同じ。つまり、どういうことだってばよ。補給線が伸びると、実際に補給できる量が少なくなるってことだ。そしてその距離が一定を超えると物資が全て補給部隊自身のために使われることになる。つまり補給できない、クレフェルトの補給線、ではこれを馬車限界、って言ってる。クレフェルトによるとこの距離はおよそ120マイル。これはキロに直すとおよそ200キロだな。200キロ、それって工業と繁盛の距離とほぼ同じじゃないか。まあこの限界値は、馬車の積載量、馬車の移動速度、馬車の物資消費量、の3つの要素を、どうやって設定するかによってかなり差が出るけどな。ウプ主は馬車の積載量を300キロ、馬車の移動速度を1日30キロ、そして馬車の物資消費量を15キロにして200キロ往復で計算したらほぼ同じ結果になった。つまり、繁盛攻撃の際の関羽軍が、この、馬車限界、ギリギリの場所で戦ってたのは間違いない。そんなところに補給隊いくら送っても実際に届く物資はほんの一部だ。つまり、どういうことだってばよ。そんなところで城攻めやってんじゃねえよ。たまたま関水が氾濫して繁盛内が水没したからよかったけど、繁盛が万全だったらまず間違いなくこちらの物資がなくなってたぞ。なん？だと。これは中国に限ったことじゃないけど、ヨーロッパでも城攻めで攻撃側の物資が尽きて撤退、というパターンが非常に多い。ウプ主は包囲している側は自由に補給が受けられるはずなのになんで、と思ってたけど、その理由の一つはこれだ。国境付近で軍隊同士が戦う場合は、補給はほとんど問題にならない。自拠点に近い上に、そもそも戦い自体が短期間で決着することが多いからね。しかし、敵国内の都市や城を攻める場合、この馬車限界が大きな障害になる。敵が引きこもっている分、戦場が遠くなる。戦場が遠くなると補給隊が消費する物資の量が増える。要するに補給の効率が低下する。送った物資の1割しか届かないとかになる。こんなの攻撃側が不利になって当然だよな。だから城攻めというのはものすごく難しいんだ。まあ城攻めが困難な理由はもう一つあるんだけど、それについて恥かい詳しく説明するよ。あのすいません、いろいろご説明いただいてる中恐縮なんですけど、私補給任務完了したのでそろそろ本拠地に帰りたいんですが。物資届いてないけどな、まあもう用はないから帰っていいぞ。そこでお願いがあるんですが。なんだよ。帰りの物資をいただけないでしょうか。なんでだよ、さっきの補給限界の計算には帰りの食料も入ってたぞ。お前自分で説明してたじゃないか。200キロ往復で計算したって。あれ、でもそういえばさっき馬車確認した時、荷車が空になってたな。お前帰りの分の食料はどうしたんだよ。まだ半分なのになくなってるっておかしいだろう。グッタ、お前何しに行ったんだよ。飯食えに。もう帰れお前。ということで今のが兵站を破壊するものの二つ目、補給部隊自身が補給物資を消費するだ。ここまでの話をまとめると、兵站を破壊するものは大別して二つ。一つは敵の攻撃。これはまあわかりやすいな。
補給部隊は丸腰で移動も遅い、数人のゲリラとかでも簡単に襲える。さらに言えば、物資を奪取せず破壊するだけならもっと簡単だ。火をつけて燃やせばいい。物資のほとんどは可燃性だからよく燃えるぞ。実際、孫子の下降編では平坦攻撃の重要性が説明されている。火攻めは平坦攻撃と相性がいいんだ。そして平坦を破壊する要素の二つ目。これが、補給部隊自身が補給物資を消費する、だ。つまり、平坦を破壊するのは補給部隊自身ということだ。これは敵の攻撃とは関係なく、輸送に必要な距離によって発生する。これを防ぐには遠方で戦うのを避けるしかない。しかしこうやってみると、物資の輸送って本当に大変なんですね。幼いさっきはお疲れだったな。300キロとか30キロとか、今みたいに自動車とか鉄道がない時代の輸送力で軍隊養うのって無理じゃないんですか。解説を聞けば聞くほど、なんか全然できる気がしないんですけど。まあここまでの説明を総合すると、そう思うのも無理ないね。でも逆に考えるんだ。当時の輸送力では補給できない。さなえ、それは無理やり輸送しようとするからだよ。逆に考えるんだ。逆ってどういうことですか。逆に考えるんだ。輸送なんかしなくてもいいさ、と考えるんだ。輸送なんかしなくてもいい。じゃあ前回からの説明なんだったんだよ。まあその辺は次回だね。ということで今回はここまで。次回、17世紀の略奪戦争。君は、生き残ることができるか。今回も最後までご視聴ありがとうございました。